またメイプルたちにやられちまった。まさか4カ所のダンジョンを攻略されるとは。悠々しゃくしゃく自信満々だった頃の自分が懐かしい。まあ心のどこかでこうなる予感もあったけど。メイプルたちが成功した理由を考えてみましょう。映像を用意しました。それは後回しにしようよ。みんなまだショックが癒えてないんだから。そうはいきません。計画通りにいかなかった時こそ学べることは多いのですから。厳しい。成功の理由はまず思い切って全員を攻撃組と防衛組に分けたことです。強いメンバーは外に出て、それほどでもないメンバーは拠点の防衛に残してたな。そして最大の成功要因は出撃メンバーのチーム分けにあるのではないかと。確かにうまいこと互いの力を補える編成になってる。そもそもこういう時は同じギルドのメンバー同士で組むことも多いんだろうけど。そこにはこだわらない。というよりいつもと違うメンバーで戦うのを楽しんでる節さえある。こういった柔軟性も強さの秘訣なんだろうね。ピンチになってもくじけるどころかそれを楽しんでしまうタフなメンタリティ。確かに我々も見習いたいところだ。と言ってもメイプルは誰と組んでも単独プレイでも楽しそうだけど。やっぱり笑顔は大切だよ。チームの雰囲気のためにも。確かに私も見習いたいところです。